はい、皆さんこんにちは。今日も健康ダイエットに役立つトピックについて解説していきます。今日は特に中高年の方のタンパク質についてですね。最近は女性でも男性でも健康な体を保つためには筋肉量を増やしましょうということで、多かれ少なかれ筋トレをしてタンパク質もしっかり食べましょうということが言われているんですが、もちろんムキムキのマッチョになりたいっていう場合は、タンパク質も大量に食べる必要があるんですけども、実はですね、ちょっと引き締まってればいいとか、ある程度筋肉量を維持できればいいっていうことであれば、タンパク質の摂取量よりも食物繊維の方が大事なんですね。で、特に中高年の場合は、海外の研究では、タンパク質の食べ過ぎによって筋肉量が減ってしまうとか、サルコペニアのリスクが上がってしまうということもありますので、今日はこの点を解説していきたいと思います。はい、まず、中高年の筋肉量はタンパク質と相関しないということなんですけども、日本有数の長寿地域である京都の京丹後市というところがあるんですけども、ここがですね、京丹後長寿コホート研究という大規模な研究プロジェクトを行っているんですね。その結果、健康寿命が長い人ほど、筋肉量が多いということは分かっているんですけども、じゃあその肝心の筋肉量を多くするためにはどうすればいいかというと、もちろん運動不足にならないということは大切なんですけども、タンパク質の摂取量と筋肉量の多さが全然相関しないということも分かっているんですね。タンパク質をたくさん食べてれば筋肉量が多いというわけではないということ。じゃあ何をたくさん食べている人が筋肉量が多いのかというと、食物繊維、あとはマグネシウムとかカリウムみたいな必須ミネラルがしっかり足りている人は筋肉量が多いということが分かっているんですね。この食物繊維とかマグネシウムとかカリウムとか、あとは亜鉛とかもあるんですけども、腸内細菌の正常な働きと、あとはそういったミネラル、微量栄養素の充足が筋肉量保持の秘訣であるということなんですね。で、代表的な食材として挙げられているのが、海藻類とか、リンゴみたいな果物なんですけども、やっぱり日本人というのは昔から海藻を特に食べてきた民族ですから、この海藻類というのは腸活にも非常にいいわけですよね。水溶性食物繊維がたっぷり含まれてますし、海のミネラルをたっぷり吸収してますから、マグネシウムとかカリウムとか、あとはカルシウムとか亜鉛とかもたっぷり含まれているわけですね。で、あとリンゴっていうのは、皮の部分に特にペクチンという食物繊維が多くて、ペクチンというのも水溶性食物繊維の代表格ですから、お腹の調子にとっても非常にいいわけですよね。で、あとリンゴはもちろんマグネシウムとかカリウムも含んでますから、昔からリンゴは医者知らずなんて言います通り、非常に体にいいわけですよね。で、中高年以降は特に腸活こそ一番の筋トレになるんだっていうことなんですね。もちろん運動不足にならないっていうことが大前提でありながら、タンパク質を食べすぎるよりも、腸活を意識した方がいいということなんですね。で、そしてもう一つ、高タンパク食のデメリットという点もあるんですけども、これはイギリスの研究になるんですが、中高年が高タンパク食をしている人ほど筋肉量の低下と相関しているという結構驚きのデータがあるんですね。高タンパク食というのは具体的に言うと、体重 1kg あたり 1.3g 以上のタンパク質を毎日摂っている人ということですね。つまり体重が 60kg であれば、その60に 1.3 をかけた70g とか 80g くらいのタンパク質を毎日摂っている人というのは、中高年になると筋肉量の低下と相関してしまうということなんですね。これはなぜそうなるかというと、考えられる理由としては、動物性タンパク質とか動物性脂肪によって腸内環境が悪化してしまうというのがやっぱり一番大きいと思いますね。タンパク質っていうのはある程度
までは体にとっていいんですけども、やっぱり増えすぎると腸内環境を悪くしてしまうんですね。まあ、大体タンパク質は胃で消化されて、小腸でアミノ酸にまで分解されてどんどん吸収されていくんですけども、量が多すぎると吸収されないまま大腸にまで達してしまうんですね。で、大腸にまで十分に消化されてないタンパク質が達すると、まあ、それが悪玉菌の餌になるので、まあ、これタンパク質と動物性脂肪も同じなんですけども、まあ、量が多すぎると消化しきれなくて大腸で悪玉菌の餌になってしまうわけですね。で、そしてもう一つはやっぱりタンパク質をたくさん取ろうとすると、まあ、それだけでお腹いっぱいになってしまうので、相対的に野菜の摂取量が低下していくということもあると思いますね。まあ、それともう一つは、タンパク質、つまり動物性の肉とかを食べるときに、炎症物質がたくさん発生してしまう調理方法があるわけですね。まあ、お肉を焼いて、焦げ目がついて美味しいんですけども、あの肉の焦げというのは高温によってタンパク質と糖質が変性して炎症物質がたくさん生み出されてしまうわけですね。まあ、最近よくエイジスと言われるんですけども、AGE と書いてエイジスというものがあって、あの終末糖化産物と言いまして、まあ、高温でタンパク質と糖質が結合したものになるんですけども、まあ、正直体にめちゃくちゃ悪いわけですね。まあ、こういうお肉を焼いたような焼いたりとか揚げたりするような調理方法だと、こういう炎症物質が発生しやすくて、まあ、それを食べることによって無意識的に体の中で炎症物質が溜まっていって全身に炎症が起きてですね、まあ、それが慢性的な炎症になって体に負担になって筋肉の発達を妨げたり老化を促進したりするということがあるわけですね。で、あとはまあ単純に高カロリーになってしまうことによって肥満を誘発して、まあ、筋肉量の発達を妨げてしまうということがあるので、まあ年を取るほどですね、タンパク質は量より質になるわけですね。まあ、僕もそろそろ40歳になるくらいなんですけども、まあ、このぐらいの年齢になってくると、まあ、よっぽどムキムキマッチョを目指す場合以外は、タンパク質をたくさん取るというよりは、体にいいものを取るということにシフトしていった方がいいと思いますね。うん。で、最後にですね、まあ、タンパク質が筋肉の材料になっていくのに、まあ、それをたくさん取らなくて大丈夫なのかっていう根本的な疑問になるんですが、まあ、これは腸内細菌の研究が進んできて分かってきたことなんですけども、この腸内細菌が作り出すエネルギーというのも、まあ、筋肉の発達に非常に貢献しているということが分かってきているんですね。まあ、腸内には善玉菌ってたくさんいるんですが、まあ、善玉菌って何かっていうと、まあ、人間にとってエネルギー源になる物質をたくさん作ってくれる菌のことなんですね。まあ、食物繊維とかオリゴ糖みたいな、まあ、人間があんまり消化吸収できない物質を腸内の善玉菌が分解して短鎖脂肪酸というエネルギー源にしてくれて、まあ、それを人間が吸収したり、まあ、他の腸内細菌がエネルギーとして使うことによって体が非常にうまくいくということが最近どんどん分かってきていまして、まあ、この腸内細菌が作り出すエネルギーが筋肉の発達にも寄与してきますから、まあ、食事でタンパク質を摂るということだけが、まあ、筋肉に必要なことではないんですね。まあ、極端な話で言えば草食動物っていうのは、まあ、草しか食べないんですけども、その草の食物繊維を腸内細菌が発酵して作るアミノ酸だけで牛とかゴリラとかパンダっていうのはあんなにでっかい体を作っているわけですから、まあ、人間にもですね、草食動物ほどではなくても、まあ、そういった要素というのは必ずあるわけで、まあ、特に中高年になってきてですね、ムキムキマッチを目指すっていうわけでもなければ、まあ、タンパク質をたくさん摂るということよりも腸活の方が筋肉にとってもいいことであるというのを覚えておいていただければなと思います。今日の動画役に立ったよっていう方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。